映画窓際のトットちゃん、キャストとスタッフの入場です。見ていただいて本当にありがとうございます、主人公のジニアちゃんが全然緊張しなくて素晴らしいスピーチをするんで大人たちはもうタジタジです、短い時間ですけどもよろしくお願いします。小栗さんよろしくお願いします。あ、どうも皆さんこんばんは、パパ役を演じました小栗旬です。あ、すみません本日は、わざわざ、この映画を選びここに来てくださってありがとうございます。僕も本当に、拝見してすごく感動をいただいた作品なので本日こうして皆さんとお会いできて嬉しいです。短い時間ですがどうぞよろしくお願いします。アンさんよろしくお願いします。はい、皆様こんばんは、トットちゃんのママ役を演じさせていただきましたアンと申します。子供の頃読んでいた窓際のトットちゃんのトットちゃんのママ、そして、子供の頃から知っている徹子さんのママ、これを演じさせていただくことができる、そんなことを子供だった頃の自分に教えてあげたいなっていうふうに思います。そしてその作品が今日いよいよ公開となることで、本当に嬉しいです。いろんな方に楽しんでいただけたらと思います。本日はよろしくお願いいたします。滝沢さんよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、大石先生役をした滝沢カレンです。ありがとうございます。本当にようやく皆様と今同じ感情に慣れてるかなと思うのですが、本当にたくさんの物語とかたくさんのご意見というか感想があると思うので、皆さんもそこに浸りながら今日楽しんでってください。よろしくお願いいたします。そして役は監督お願いします。監督の役場です、本日は映画を鑑賞していただいてありがとうございます。無事にこの日を迎えられたことを、本当に嬉しく思っています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずは役場監督に伺います。はい、完成披露試写会で黒柳さんも驚かれていたと思うんですけども、この作品12万枚もの絵を制作したとスタッフの皆さんで描かれたというふうに伺っています。映画の公開ギリギリまで粘るのは本当に大変だったと思うんですけれども、最後どんな気持ちで頑張っていらっしゃったんですか？やっぱりスタッフを支えてくれたのは、映画の冒頭にもあった本当にあったお話ですっていう徹子さんの言葉なんですけれども、やっぱり80年前日本が本当に戦争をしていて、でそれはもしかしたらこれからも起きてしまうかもしれないことであって、でこの映画をきっかけにこうもう一度改めて平和について考えていただけたら嬉しいなと思っています。それからもう一つ、トットちゃんと安明ちゃんの友情であるとか小林先生の教育への情熱、パパママの愛情、これもやはりフィクションではなくて本当にあったことなんですね。でそれをこうしっかり
描くためにスタッフが最後まで粘って頑張ってくれました。本当にたくさん の本当のことが散りばめられていて、それがどんどんこうずっと自分の中に染み込んでいくような経験を映画を見て思いました。ありがとうございます。続いて役所さんに伺います。役所さんは黒柳さんの恩師である小林先生を演じるにあたって、文献を読まれるなど事前準備をした上でアフレコの収録に臨まれたというふうに伺っていますけども、例えばどんなことを意識しながら先生を演じられたんでしょうか。文献をですね、小林先生についてのすごい分厚いコピーの本を監督から送ってもらって、完璧には読んでないんですけど小林先生についてはなんかこう僕もその家内の母親が小林先生のことを非常に尊敬していた。で、小林先生は本当に素晴らしい先生っていう話を聞いてましたので、やっぱり何でしょうね、この台本も読ませてもらって原作もあって、そしてやっぱりこんな先生がいたら本当に子どもたちはなんか学校に行くのが本当に楽しみで、になるのになぁと。まあ僕もどっちかっていうと学校行くのはあんまり好きじゃなかったんで、でも自分が憧れる先生というものをなんとなくイメージしてやらせてもらいました。きっとご覧になった皆さんも自分にこんな先生がいたらよかったなって感じられる方ね、すごく多かったんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。小栗さんに伺います。はい、声優キャストの皆さんの中で小栗さんは一番早い時期にアフレコに入られたというふうに伺ってますけども、はい、今回のこの小栗さんの役は黒柳さんのお父様であり、当時の日本における主要オーケストラのコンサートマスターを歴任した伝説のバイオリン奏者である黒柳盛綱さんということでしたが、演じてみていかがでしたか。演じてみて、そうですね、まあでもすごい勇気を持っているお父さんなので、とても大変な役をいただいたなとは思ったんですが、まあオファーをいただいた時に黒柳さんが僕の声の雰囲気が非常に黒柳さんのお父様に似ているということでオファーをいただけたので、まあ黒柳さんがそう言ってくれてるならこの声に自信を持ってやらせてもらおうと思ってやらせていただいたっていう感じですね。では特にこのお声を変えるとかじゃなくて小栗さんのままで演じられた、はい、ということなんですね。はい、ありがとうございます。はい、アンさんに伺います。はい、アンさんはその後エッセイストとしても有名になった黒柳さんのお母様黒柳長さんを演じられました。アンさんは黒柳さんともね以前から交流があるということなんですけども、お母さんのことというのはご存知だったんでしょうか。そして演じられてみていかがでしたか。はい、実際に長さんにお会いしたことはないんですけれども、ちょっちゃんとしてとても有名な長さん、徹子さんと同じそれ以上のなんかユニークな方だったんだろうなとは思うんですけれども、今回のこの映画においてはトットちゃんを見守る面というものが全面的に出ていますので、そちらを大事にしながら演じさせていただきました。本当に優しい、ね、雰囲気が出ているお母さんでした。ありがとうございます。滝沢さんに伺います。はい、滝沢さんも黒柳徹子さんとは以前からご友人の関係ということですけれども、今回この作品に声優として参加されてどんな思いでしょうか。ご友人という、ただただ私が一方的に好きな方なんで申し訳ないんですけども、あと今回お話をいただいた時はもう本当にやっぱ徹子さんってもう家族が全員大好きな徹子さんだったんですね、我が家では。なので本当にその方とまずお会いできることもありえないと思ってましたし、そしてその方の辿ってきた物語、本当にあった物語の中に入らせていただくって思った時は、最初はどうしよう、嬉しいより先に絶対に壊したくない世界がそこにあるっていうことをまず感じさせていただきました。滝沢さんのご家族もじゃあこの声優をやるということはお喜びになったんじゃないですか。はい、もちろんです。喜ばない人はいないと思います。そうですね、ありがとうございます。そして大野さんに伺います。主人公のトットちゃんということで、これまでたくさんねこういった宣伝も頑張ってきてくださったと思うんですけども、なんと自分の役だけじゃなくて
台本のすべてを覚えてアフレコに臨んでいたというふうに聞きましたけども、まずそこは本当なんですか？はい、5歳の時からずっと徹子さんに憧れていたので、だから徹子さん の原作の窓際のトットちゃんの本も読んでいて、で、どんなことをその誰が言ってるかっていうのはもう分かってたんですけど、なのでだからオーディションするときはもう自分がトットちゃんだって思いながらやって、でそれで他の人のなんかセリフとかも本当にそのトットちゃんが今どんな気持ちなんだろうっていうのを考えたらすごい浮かんでくるような感じだったので、だから全部覚えられました。すごいの一言ですね、皆さんね。もう一つ伺いたいんですけども、今日は他のキャストの皆さんとこうね勢ぞろいということはあまりなかったと思うんですけども、他のキャストの皆さんに会っていかがですか？はい、皆さんすごく優しくて、でかっこよくて美人で、で特に小林先生にはなんかアニメの中だと小林先生がトットちゃんに頭を撫でながら君は本当はいい子なんだよって言ってたから、だからそれを現実で役職おじさんにやってもらえたらいいなって思います。夢叶いました？はい、今叶いました。よかったです。最初にね、役所さんもおっしゃってましたけども、リリアナさんがあんまりね皆さんとちゃんとお話しされるから、もうここに立ってる大人がみんなタジタジという感じになっちゃうんですけども、本当にね今回はもう皆さんにね思いが伝わったんじゃないですか？はい、思い伝わってるといいなって思います。よかったですね。はい、さあ映画は今日のね本日が公開日ということになったわけなんですけども、実は先ほどね監督からもちょっとお話ありましたが、完成が本当につい先日だったということもありまして、今ここに登壇されている皆さんも映画をご覧になったのは本当につい最近だったということなんですね。ですから今日ご覧になった皆様ともその映画の見たホクホクの感想というのはほぼ同じぐらいの時期なんじゃないかなというふうに感じるんですけども、ここからはそのキャストの皆さんが映画を見た感想ですとか、あるいはまだ見ていない方にとってここおすすめですよみたいな点があれば教えてほしいなというふうに思っております。では皆さんにね少しずつ伺っていきますが、まずは大野さん教えてください。はい、私が特に好きだったシーンがその小林先生とトットちゃんが、トットちゃんがずっと4時間ぐらい小林先生にお話をしてて、でもそれでも小林先生はずっと優しくそのお話を聞いてくれてたっていうのが本当にいい先生だなって思ったし、あとその後にトットちゃんがどうしてみんな私のことを困った子っていうのって言った後に小林先生がトットちゃんの頭をなでなでしながら君は本当はいい子なんだよって言ったところがすごく感動するので、だから大好きです。ありがとうございます。やっぱりそこをね皆さんもご覧になってぎゅーっと気持ちがね熱くなるのを感じたんじゃないでしょうか。では滝沢さんいかがですか？はい、この台本をもらってた時からまた映像になって見た時が本当にガラッと変わってもらったんですけども、やっぱりその最初私はこれアニメだし明るい絵や色を使われているので、あずっとニコニコ笑顔で最後までたどり着くのかなと思いきや、やっぱりそこにはその徹子様がそう辿ってきた道があるからこそちゃんとその歴史の動きがアニメの中でも行われているんですよね。なのでその動きに私はやっぱ自然と台本を読んでいたはずなのにどん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 進むにつれてもう喉が詰まる、涙より先に喉が詰まることが起きて、もうなんか最後の最後はもう涙で徹子さんの声が最後ファッて聞こえてくださるんですけども、その時にもうなんか全てがわーっと出てくることが本当にあったので、アニメだけどこれは歴史であり実話であり本当教科書よりも私たちは学べることをいっぱいここにはあるなと思って、そこが私の一番の感想となりました。そしてアンさんにも伺います。いかがですか？はい、私はもちろん物語の部分は本で読んで頭には入っていたんですけれども、冒頭で自由が丘の駅が出てきた時に
当時はこんな風な駅だったんだって、なんとなくやっぱり普段今ももちろんある場所ですし、またガラッと変わっているので、想像はしていたんですけれども、こうしてアニメでカラーで描かれていることによって、あ、こういった場所が本当にあったんだ、そしてお家だったりとか学校のなんかレイアウトだったりっていうのもすごく再現されていらっしゃるんですよね。なのでこんなに素敵なカラフルな場所があったんだって思うと、すごく感動するとともに、またそれが戦争によって色褪せた世の中になっていくっていうところが全て感じられましたので、そこはぜひこの劇場で体験していただきたいなっていうふうに感じました。おっしゃるように、その色彩というかその鮮やかさというのがドーンと飛び込んでくる印象がありますよね。小栗さん、いかがですか？そうですね、感想はまあでもやっぱり子どもの育て方みたいなものを改めて小林先生から僕は教えてもらうような映画になったなというふうに感じて、見させていただきましたし、やっぱり最後はなんかグッときて、多くの方にこの映画が届いたらいいなというふうに見た後は思いました。役所さん、いかがですか？はい、リリアちゃんも言いましたけど、初めて会った時にね、大変な子が来たなと先生も思ったと思います。それでやっぱり君は本当はいい子なんだよと言ったこのトットちゃんが、どん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 この映画の中でも成長して、小林先生が戦争でこの学校を閉じなきゃいけなくなった時に、学校の先生、ここの学校の先生になってあげるって言って、で小林先生が君は本当にいい子だなっていう、この変わってくる感じですかね。それは本当になんでしょうね、黒柳徹子さんが本当にいい子になった瞬間だったような気がします。そこは本当に黒柳徹子の成長物語って感じですかね、この映画ね。本当にこの一言がずっとテーマに、ね、根ざしているところで、もう聞くとジーンとくる言葉でしたね。さあ、そして本日は黒柳さんは残念ながら舞台挨拶には参加できなかったのですが、声優キャストの皆さんに宛てた手紙を預かっています。ここで私が代読させていただきます。役所広司様、この度は窓際のトットちゃんの声をやってくださってありがとうございました。校長先生が難しいだろうと何十年もやらないできました。でも役所さんがやってくださったので映画上映の話まで進みました。ありがとうございます。感謝しています。小栗旬様、私の父の声をやってくださって心から嬉しく思います。私の父の声と小栗さんの声がぴったりでとても嬉しく思います。アニメーションの顔が父がバイオリンを弾いているところが難しく時間がかかったとおっしゃっていましたが、小栗さんの声が合っていたのでとても本当みたいでよかったです。感謝しています。アン様、母の声をやってくださって本当にありがとうございました。母の声とぴったりでとても嬉しかったです。病院でお会いした偶然が思い出してみても楽しかったです。今パリにお住まい？お元気でね。子供かわいい？また会いたいわ。じゃあね。滝沢カレン様、大石先生をやってくださって本当にありがとう。いかにも巴の先生の声のようで嬉しかったです。いよいよ映画の公開が近くなってすごく楽しみです。またお会いしましょうね。ありがとう。大野リリアナ様、トットちゃんの声をやってくださってありがとう。あなたの声の方が本当の私より可愛かったのね。ありがとう。あなたといろんなお話ができて嬉しかったわ。またお会いしましょうね。元気でね。
ということで皆さんへ宛てた手紙ご紹介させていただきました。今のお手紙お聞きになっていかがでしたでしょうか。少しずつ伺ってまいります。リリアナさんどうですか。はい、あの本当にずっと5歳の時から憧れだったおてつこさんのちっちゃい頃の声をできて本当に幸せです。ですいません、あの私も将来てつこさんみたいに世界を変えられるような素敵な女優さんになりたいなって思います。ありがとうございます。役所さんいかがでしょうか。なんか音楽かなんか流れて徹子さん あのメッセージが流れるとなんか遺言みたいに僕たちなるんでそうはまだまだ生きて頑張って、世界の子どもたちのために元気で生きていただきたいと思いました。そうですね、音楽がまたちょっとね静かに流れると徹子さんは元気でいらっしゃいます。はい、小栗さんいかがでしょう。はい、非常にありがたいですし、改めてこの大野さんのやられたトットちゃんのパパ役をできて幸せだなと思いました。アンさんいかがですか。はい、すごく嬉しかったんですけど、ちょっとすごいプライベートなちょっと補足しますと、すごく例えば毎日連絡を取り合ってるとかそこまで密に連絡は取ってなかったんですが、子供を産んだ直後にたまたまなんか連絡を取っていたら、私近くにいるんだけどって言って病院に駆けつけてくださったんです。でその時に子供を見てもらったりとか、収録の時も実はちょっと子供と挨拶して子供にこう挨拶させたりとか会っていただいたりして、そういうわけで本当になんか孫のように子供たちのことを可愛がってくださっているので、ぜひひ孫まで見ていただきたいなというふうに思っております。滝沢さんいかがでしょう。もうやっぱり徹子さんっていつ会ってもどこで会っても本当に褒めてくれる方なんですよね。絶対にあそれいいわね、その服綺麗ねって言ってくれて、やっぱ今の皆様からのお手紙を読んでてもやっぱ誰かのことをいつも温めてくれるっていうような方なので、私も本当に今回物語の中の仲間に入れてくれてありがとうございました。徹子さんのお手紙は私も今読んでいても徹子さんがおっしゃりそうな言葉だなっていうのが本当ににじみ出ていてね、皆さんの頭の中にも徹子さんが出てくるような感じだったではないでしょうか。さあそれではお時間迫ってまいりました。最後にトットちゃん役を演じた大野さんと小林先生役を演じた役所さんより締めのご挨拶を頂戴しようと思っています。まずは大野さんお願いします。はい、映画窓際のトットちゃんは友情の大切さ、親子関係、先生と子どもたちの関係、そして戦争っていうのがどれだけ辛くて寂しいことなのかっていう、そういういろいろなメッセージがこもっているので、この映画をぜひ世界中のいろんな方に見てもらえたらいいなって思います。そして私も徹子さんみたいな素敵な女優さんになりたいなって思います。でこの窓際のトットちゃんの本を書いてくれた徹子さん、そしてこの映画を作ってくれた監督さんやスタッフさんの皆さん、いつもサポートしてくれていた事務所のマネージャーさんたち、そしてずっと応援してくれていた家族や大好きなお兄ちゃんや習い事の先生、そして学校の先生たち、本当に感謝しています。そして今来てくれている皆さんにも本当に本当に感謝しています。ずっとこれからも大好きです。ありがとうございます。たくさんのありがとうが詰まっていました。役所さんお願いします。リリアンちゃん あのアカデミー賞の授賞式みたいなスピーチ本当にこの子は上手ですよね。本当にこの、制作のことを監督からお手紙いただいた時から、まあ、もうこの世界で本当に紛争とか戦争っていうのはもうなくなってなかったんですけど、
まあ、この窓際のトットちゃんの公開に当てて、この今年もっとさらに世界中がひどい状態になって、ニュースで子どもたちが傷つけられている映像を見ると本当に胸が痛くなります。そういう意味でこの窓際のトットちゃんが今回ここに公開されたということは、何か運命的な徹子さんの思いが伝わっているような気がします。まあ、この映画は本当に学校というもので、教育者である先生たち、そして家族たちで、その人たちがこの映画を見てもう一回こう何か今のこの世界について話し合うきっかけになるような、この映画はたくさんの要素が詰まっている映画だと思います。皆さんどうか今日は本当に、見に来てくださって、さらにお願いするとなれば、この映画を見た感想をたくさんの人に、伝えていただけると、この映画も黒柳徹子さんも喜ぶと思います。どうぞよろしくお願いします。